ちゃ笑顔じゃないですか。乗りやすい。本当ジムオレンジの竹本さんが、車持ってくれたんですけど、この車何が違うかちょっと教えてもらっていいですか。はい、この車外から見て分かると車高高くてマッドフラップついてて、土の上を走る車です。全日本ダートトライアルの参戦車両です。見た目的にはそんな感じなんですけど、まだ違うところあるんですよ。実はですね、これ、はい、何これ、 V8？ そうです、はい、V8 です。ダートトライアルはこれはレギュレーションは OK なんですか。レギュレーション OK です、はい、レギュレーションでトヨタの車にはトヨタのエンジンじゃないとダメなんで、はい、なんで 3UZ を選びました。セルシオ、セルシオ、はい、30セルシオ。そうですね、30です。ミッションは何するんですか。ミッションは、100チェイサーとかに積んである R154、はい、乗っけたら結構いい金額するんじゃないですか。あ、それが、うん、エンジンまず安いです、はい、そうだよね、すごい安い。30セルシオなんかもうクソみたいな値段だもんね。そうですね、はい、エンジンだけだったら1桁ぐらいです。それでベルガマとかを、はい、作ったの。あ、ベルガマは売ってるんですよ。売ってるの。はい、売ってます。エンジン10万、はい、ミッションが新品でも大体30万しないぐらいでしょ。そうですね、40万で、はい、カバークラッチとベルガマ込みのやつもので15万ぐらい。そんな安いんだ。60万ぐらいでここら辺ができちゃって、あとは配線とかコンピューターとかセッティングだったんだので、そうですね、100万ぐらいでもできちゃう。そうですね、100万ぐらいできちゃいます、はい、それはありだね。浜田さん、ちなみに V8 って乗ったことあるんですか。あるよ。え、あるよ。ね、V8、 うん、ベンツ。いやいや、そういうことじゃなくて競技者っていうか遊び車としての V8 はあるんですか。それはない。じゃあ味見してみましょうか。これトルクもモリモリなので、これだったら俺もドリフトできるでしょ。ちょっと行ってみましょう。下が登録あるから、なんかターボより乗りやすい。NA の方が。NA の方が。まあこれはね、エンジン安いし、ミッションちょっと今154なんか高いけど、全然ある。でも風間さんは上手だからできたっていう可能性もあるってことですか。まあまあそれも否めないね。下手っぴでもできたって表現でいいですか。いやいや、だから下手っぴからもう10年経ってる。俺は上手くなってるから。なるほど。失礼しました。